はい、ありがとうございます。先ほどまではJICA海外協力隊で何をしていたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、この動画ではその後何をしているのか、まあ今何をしているのかっていうところをお伺いしようかなと思ってて、そもそもキャリアっていうところで開発コンサルティングに行きたいっていうところのベースとして、まず大学院っていうところがあると思うんですけど、大学院は日本の大学院に行かれたんですか？大学院はタイの大学院に行った。そうなんですね。ちなみに大学院選択って日本もあるし海外もあるし、まあ海外にしても途上国もあれば先進国もある。その中でタイ選ばれた背景って何かあったんですか？一番は研究フィールドに近いっていう。研究フィールドはどこだったんですか？研究フィールドは大都市の中のスラムみたいな、そういうところをフォーカスしてやろうと思ったから、アジアの国でいくつか探して、それが勉強できるような大学院をって言って最終的にタイに決まった感じ。そうなんや。ちなみにタイの大学院行こうと思った時にどうやって調べたら分かるんですか？びっくりするぐらい情報出てこなかった。いやでしょうね。タイはタイ語でしょ。そこの大学院は国際大学みたいな感じで公用語が英語なんや。そうなんだ。で実際にタイ人の割合は3割で、残りの7割はアジアとか、そうの国やから全部英語で。ちなみに受験ってタイの大学院行く時って何が必要なんですか？志望動機書みたいなとか、そういう書類関係で願書みたいなの作って、推薦状とかね、他の大学院でも必要なものをネットで提出して、で結果が来るみたいな。あ、そうなんだ。じゃあ面接はなかった？面接なかった。じゃあ書類だけ？書類だけ。英語は？今自分が持ってるスコアを提出して。あ、そうなんですね。じゃあ実際タイの大学院行った時は、何学部なんですか？環境資源開発学部やったかな。それなんで環境資源に行きたいんでしたっけ？それも東ティモールで保健医療の活動してて、健康を崩す人は2パターンいると思って、で1つは自分で気をつけられるのに気をつけずに健康を崩す、それ以外は住んでる環境とかがどうしても悪くて、そこから皮膚病になったりとか下痢になったりとかっていうケースがあったから、自分で気をつけられることはその人が気をつければいいけども、住んでる地域が周りが開発されて環境が悪化して最終的に健康被害を病院とかになかなか行けない人が被るっていうのが垣間見えたから、その外的要因をうまく都市開発がされる中でマネジメントできれば、外的要因によって健康被害を受ける人を減らせるんじゃないかっていうので、そういうのが勉強できるところっていうところでその学部を選んだかな。そうなんですね。卒業したんでしたっけ？中退した。結局卒業してない。なんで中退したんですか？今みなかみ町でやってる事業を立ち上げるから、要はもう開発コンサルタントじゃなくてビジネスで国際協力をしたいって思うようになったから。そういうことね。そう、起業するんだったら収支持ってようが持ってないか関係ないから、確かにもういらんわと思って、目的がなくなったからやめたみたいな。なるほど。ちなみに大学院は2年間ですよね。そうですね。2年間のうちで在学してたのは何年？1年半ぐらい。いやめっちゃもう半年やなとみんなに言われた。あ、そうなんだ。あ、じゃあもう1年半かけたそれを捨ててでも行きたいってなったんですね。そう。でまあ多分修士取ってないけど、行った期間のことは今後に生きてくるやろうなっていうのも、まあ、そこで勉強した内容とかは自分の中にちゃんとインプットされてるから、そこは生かされると。なるほどね。ちなみに中退っていう覚悟を決めるわけじゃないですか、そんなすぐに決められるわけでもないと思うんですよ。それを本当にやろうと思う期間とか絶対あったわけですよね。それはいつからそれをやろうと思ってたんですか？1年目が終わって、で2年目の半年が終わった段階で、あとはもう自分でデータコレクションして修士論文を書いて教授とのやり取りだけで、授業とか学校とかに出なくてもいいっていう時に日本帰ってきて。あ、日本も戻ってきたんですね。そうそうそう。みなかみ町とかに月1回ぐらい来て、いろんな人と会ったりして話したりしてっていう感じで移住準備を進めたかな。あ、そうなんですね。ビジネスで起業しようっていうのは漠然と考えてたんですか？東ティモールでいい食住と医療以外の部分をどう満たすかっていうところを大学院に行ってからも悶々と考えてて、結局開発コンサルタントになって ODA 事業の枠の中で現地の人に何かできるっていうのはいいかもしれんけど、 ODA の方針とかドナーの方針でやれることが制限されたり、やれる期間が縛りが出るっていうことを考えると、自分のお金でやったら好きなだけ現地の人に関われるし、好きな期間だけやれるしっていうので、自由度がより高いのはビジネスを通しての方なのかなと思ったから、企業の方にどんどん傾いていったっていう感じ。なるほど、そうなんですね。ビジネスをするってなってもいっぱいあるじゃないですか。例えば都会でもビジネスできるし、田舎でもビジネスできるし、なんなら海外でもビジネスできると思うんですけど、その中で日本の中の都会じゃないところでビジネスをするっていうのって、なんでそこに行き着いたんですか？最初はね、ラオスで始めようと思って。あ、そうなんですね。そうそうそう。調べてるとラオスで、そう、社会主義の国やから外資 100% でいきなり会社を始めるっていうのは相当ハードルが高いで、とてつもない
資本金がいるって言って、どう考えても無理やろでラオスダメになったんやったら、ラオスでやろうとしてることって日本でもできないことはないし、うん、日本の地方の方とかにも全然面白い部分はあるし、うんうんうん、そこを拠点に世界に出てくっていうのも面白いんじゃないかみたいな感じで、だんだん国内にシフトして日本の地方っていうか、そういう可能性がある楽しそうなところで始めようかっていう感じで考えてた感じなんです。そうなんですね、うん、今ちなみにどんな事業されてらっしゃるんですか。今は森の枝葉からアロマオイルを取るっていう事業をしてる、うん、全然わからない。どっからつながってきた。森の葉っぱからアロマオイル出ると。出る出ると。一般的なアロマってね、柑橘系とか、なんかそんなイメージ、ハーブとかラベンダーみたいなイメージやけど、ハーブのイメージが、そう、日本の和精油、和の精油っていうことで、最近ね、日本の森の木から杉とかヒノキとか、はいはいはい、ああいう感じの香りのアロマオイルっていうのが。そんなんそうアロマに興味あったっけ。全然興味がないっていう、全然アロマに触れたことない。いやだよね、うん、まあそんなイメージ。なんだ俺ちょっとラベンダーの香りとか苦手やし。あ、そうなんや、うん、ちなみに、うん、この水上町は森林いっぱいなの、うん、町の 95% が森林。違う そうなんや。群馬県の6分の1の面積があるのよ、水上町って。一番でかい市町村なんやけど、うん、そのうちの 95% は森、うん、そうなんだ。ここの地域でアロマができるっていうのは、確かに資源があるからできそうってことですね、うんうん、そうそうそう、そうなんだ。でもどうやって持ってくるんですか。葉っぱでしょ。葉っぱとか木でしょ、うん、俺自身も今地域の林業のチームに入ってるんよね。なんでよ。あのね、水上町って林業を専門にやってる企業の人じゃなくて、自分で本職があるけど、週末にもともと山持ってる人たちが自分たちの山を里山整備しようっていうことで活動してる団体がいっぱいあんのよ。あ、そうなんだ。そうで、そこに俺も一つ所属させてもらって、地域の里山を整備するときに出た枝葉を持ってきてとか、地域でお世話になってる林業の、林業も専門にやってる会社の人が切ったときに出た枝葉は、枝葉の部分っていらない、そう、建築材とかにもならないから、そのまま山に放置して堆肥に土に変わるまで待つみたいな感じだったけど、それをもらってきて。すごいじゃん。なるほどね。ちなみに、うん、そうちゃん自身として将来こうなりたいっていうのってあるんですか。昔はね、インディージョーンズやったけど、ね、うんうん、あ、そうね、そうそうそう、考古学学ぼうとしたもんね。なんやろ、でも個人としての目標は今のところそんなに、うん、あ、そうなんだ。もう個人と今やってる事業が一緒みたいな感じ、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、じゃあもう事業をどんどん展開して、うん、地方から世界に発信できるような事業にしていくみたいな、うん、そうそうそう、誰も知らないような山奥のちっちゃなオイル作ってる工房が、実は個人で国際協力してたみたいなのとか面白そうやね。いや本当にそういうのにチャレンジすること自体が面白いなと思って。確かにそうですよね。地方で挑戦するってめちゃくちゃ勇気いることだと僕思ってるんですよ、うん、どうやったら挑戦できるようになるんですか、うん、自分が今まである程度経験してきた中で、それなりの失敗もあれば成功もあって、こういう感じでいけばなんとかいけるんじゃないかみたいな賞賛とか、なんか始めるときって見えたりする、ね、分かる分かる。そういうのが見えたりした時は行ってもいいんじゃないかな。あ、そうなんですね、うん、ちなみに水上町に来て事業をやるわけじゃないですか、うん、失敗の方が多いですか。例えばオイルを取る過程で蒸留作業って言うけども、うん、その作業で失敗したこととかもあるし、失敗もあるけど、うん、地域の人があったかいし、興味持ってくれて、いろいろ協力してくれてっていうのがあるから、うん、自分たちが思ってる以上に、例えば3年後にやろうって思ったことが今できてるとかっていうのはあるかな、うんうんうん、なるほど、ありがとうございます。海外めっちゃ行ってるじゃないですか、うん、いろんな国に行って駐在もしてると思うんですけど、うん、日本っていうのをどう見えてますか。シンプルにめっちゃいい国や。いい国。やっぱりね、ご飯は美味しいし、特に水上町とか、うん、関東の人だったら分かるかもしれないけど、うん、利根川の一滴目が生まれる町なんやね、うん、だから水がすごい綺麗で、うん、あ、そうなの、ね、そこで育つからお米も美味しい、野菜もすごい美味しいよね。そうなんや。だからそれを食べれる、しかも治安がいいとかっていうだけで全然いいし、最近日本も人口が減って先細りになるみたいなことを言われたりもするけど、可能性は結構あるんじゃないかなっていう、なんか面白い。確かに地方こそ可能性あるかもしれないですね、っていうのは結構思うかな、うんうん、ありがとうございます。ちなみにそうちゃんの考える国際協力って何ですか。東ティモールとかに行く前とかは、うん、国際協力に必要な特別なスキルがいるのかなとか、うんうんうん、そういうのを身につけないといけないのかなって思って行ったけど、行くと現地の人は人種も宗教も文化も違うけど、うんうんうん、仕事をする上での信頼関係の築き方って、うん、意外と日本でやってたことと同じことが現地の人でも喜ばれたり通じたりするんやなっていうのを感じたから、意外と国際協力で必要なスキルとかって、うん、根本の現地の人と何かするっていうことを考えると、うんうんうん、日本人でも途上国の人でもそんなに関係ないんじゃないかなっていうのがあったから、うん、国際協力って最近は逆に意識しない感じがしてきたかな。確かに国際協力ってすごい名前が先行してるけど、実は本当に人とのコミュニケーションだったりだとか、うん、そもそもそういったところからなんて感じなんですよね、うん、なるほど、うん、ありがとうございます。
じゃあ最後に、そうちゃんには国際協力に携わりたい人と、あと地方でビジネスしたい人の2つの視点のアドバイスをいただきたいなと思って、アドバイスするとしたら何ですかね。国際協力っていう面で言うと、地方っていう面でも共通するかもしれんやけど、無理やりにでもプラスに今の状況を捉えていくっていうのは、絶対ね、何かしらやってたら日本でも途上国でも辛い状況とか理不尽な状況って絶対出てくるけど、それをできるだけプラスに捉えるっていう心持ちっていうのを癖づけていくことはすごい必要というか、僕自身は助かったなって思うかな。なるほど、ありがとうございます。この動画ではね、JICA 海外協力隊した後何してたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、今ビジネスしてるお話は別の動画で撮らせてもらおうかなと思ってるんで、この動画面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。